はい、どうも、こんにちは。タケドロックの違いだすけの続いては、そのライドと申します。テストストライドでやってます。ということで、リクエストがあったので、見ます。闘技をやってくれって方。まあ、最近やってなかったですね。刀剣乱舞系の。まあ、なんかね、たまに文句が出たりしたので、ちょっとやめてたんですよ。見ないでくれとか、なんか、そういうなんかね、方もいるので、やめてたんですけど、まあちょっと、また、リクエストがあったので、見ようかなと思うんですけど、佐藤隆二さんと高橋健さんですね。この二人のを見てほしいっていうあったので、見てみます。2.5 次元配信ですね。刀剣乱舞のミュージカル、恋愛運なんか見ていこうかなと思います。でね、佐藤隆二さんはね、僕前一回見たかなと思うんで、歌手清水をちょっと僕好きな方なので、歌手清水のことでちょっと見たんですけど、もう一回見ます。佐藤隆二さんは1995年の1月17日生まれですね。歌手、もちろん歌手清水。歌手清水ってね、刀はね、あれですよ。前も言ったかもしれないですけど、沖田総司のね、持ってる刀として有名な。本当に、なんだろうな、もう、神道の安い刀なんですよね。安い刀なんだけど、ものすごく使いづらい刀なんだけど、それを、沖田総司は、愛刀というかね、自分の刀として使いこなしてたんですね。池田屋事件の時にね、これで、切った金が折れたってなんていうね、逸話が残ってる刀、名刀ですね。佐藤隆二さんのポイントなんですけど、人見知り負けず嫌い、向上心が強い、金運が強い、指導者気質ってのもあります。佐藤隆二さんと相性のいいタイプの女性ですね。家庭的で真面目な人ですね。あと、自分の考え方がしっかりした人ですね。あと、自分の世界観を持ってる人。それが、じゃ次ですね、高橋健介さん、1994年の12月4日まで。ハチスカ小鉄役ですね。小鉄って刀もね、濃く高い刀ですよね。名刀って言われてる刀です。高橋健介さんのポイントなんですけど、短気、わがまま、後輩などから慕われる人ですね。で、ストイック、プライド高いですね。高橋健介さんの相性のいいタイプの女性は、おしゃれで社交的な人ですね。母性本能が強い人があるんですね。あとね、子供好きで、ね、家庭にこだわりがあるんで、ちゃんと家庭をね、家庭に夢を持っているような人が、あってます、ね。まあ、そんな感じで、今回は、またリクエストがあったので、久しぶりだったんですが、刀剣乱舞の関連の 2.5 次元のイケメンを見てみました。闘技ですね。まあ、そんな感じで、またね、リクエストあったら、見ますよ。刀剣乱舞系とかに、声優でも 2.5 次元でも、リクエストがあれば見ますので、ぜひチャンネル登録しながらリクエストでも待ってください。